21歳以下日本代表は14日の韓国インチョンアジア大会初戦でクウェートと対戦し4対1で勝利を飾った。だがさらなるアウェーの洗礼を受けていることが明らかになった。15日午前10時半、チームはインチョンの選手村から車で15分程度の距離にある練習場で汗を流した。リカバリーメニューのみをこなしたクウェート戦で2得点を決めた新潟フォワード鈴木武蔵は選手村の惨状をこう明かした。お風呂は修理に来る人が見に来たみたいだけど、直してもらえるかは不明です。それからエレベーターも壊れていて、22階まで階段を上り下りしている。校長のストライカーもトレーニングになったと聞かれ、そうですねと苦笑いするしかなかった。大会後に分譲マンションとして売り出す予定の新築の選手村だが、日本代表の部屋は不備だらけ。気温25度以上と蒸し暑いがクーラーはなし、扇風機でしのいでいる状態だ。鈴木の部屋は浴槽の排水機能が故障しているが修理はまだされず、マンション内のエレベーターも故障、22階のサッカー日本代表のフロアまで歩かなければいけないという。選手村はインフラ面の脆弱さを露呈しているが、アフリカなどで行われる国際大会はこの大会よりも設備が整っていない宿舎も存在する。日々襲いかかるアウェーの洗礼を乗り越え、若武者はピッチ外でもたくましく成長しているようです。